はい、どうぞ。はい、はい、新聞に来てもらいます。はい、海水浴場のオープンということで、なんか今晩で、はい、多くの利用者の方々を訪れると思うんですけれども、はい、昨年やっぱりちょっと痛ましい事故としまして、ちょっとすみません、河口の釜の名前忘れてしまったんですけれども、河口近くでですね、水難事故に遭われてお亡くなりになったか、事故がありました。で、まあ、その場所は海水浴場として認められてないエリアだったと思うんですけれども、はい、市としてそういう水難海難事故をですね、そういう防ぐ、まあ、特に、海水浴場以外の遊泳を控えていただくようとか、そういうのに対する周知としてですね、考えてらっしゃること、またはなんか看板を設置するだとか、対策っていうのを考えていることがありますでしょうか。まずは、まあ、今日もお話しさせていただきましたけれども、やはりその、監視体制や安全対策の取られている海水浴場に対して遊泳いただくように、まあ、皆様のご協力もいただきながら呼びかけていくことがまず第一であると認識をしているところでございます。まあ、海岸線における出入りそのものはですね、残念ながら規制、まあ、いわゆる出入りしないでくださいということがやはりできないものですから、やはりまずはその、周知徹底を行っていくことが大事ではないかなと思っております。現行によってその遊泳禁止外のところに、遊泳禁止とちょっと表現するのはちょっとごめんなさい、言葉としては公平あるかもしれませんけれども、まあ、いわゆる監視とかがない場所においてですね、ここは入らないでくださいということで看板設置するのはちょっと難しいと思っておりますので、まあ、何にいたしましても今年度も市の方でもまたパトロール等を行いますので、まあ、現場の状況を鑑みながらですね、適宜直接的な情報提供も必要なのかなというふうには思っております。また今のお話に合わせてですね、川の河口付近というのは、まあ、波が入りますと離岸流の発生しやすい場所でありますので、河口付近はですね、遊泳はやはり控えられた方がいいのではないかなと思っておりますので、これも合わせてお伝えさせていただきます。先ほど市としてパトロールをするというとおっしゃって、それは例年というか北海道であったりとか、まあ、道警等と、まあ、連携をしながら行っているパトロールでありますけれども、それについては今年度も引き続き行わせていただく予定でございますので、建設部の職員とかも含めてですね、回られる予定のパトロールのことでございます。陸上側の方ですね。つまりドリンク地区議会の方で設置されてた去年からですか、結構な文字もありますけれども、あったと思うんですが、それではなくて、それとは別の、はい、市役所職員であったり、まあ、道庁職員とかと回られる、海岸線を歩くパトロールのことです。なるほど。どれだけ頻度で去年とか歩かれて、今年はどういうふうに考えましょうか。ごめんなさい、今、今年のスケジュールとちょっと持ってないので、後ほどでよろしいですか。はい、ではそれを後ほどお渡しさせていただきます。周知徹底の必要が出て必要があるということですが、パトロール以外にですね、特に今、小樽の海水浴場は札幌とかですね、まあ、道内各地、まあ、どちらかというと小樽の方々よりも、はい、外からいらっしゃる方が多いと思うんですけれども、はい、そういう方々に対してですね、どのように周知を徹底させていくか。なかなかそれこそこの皆様を通して伝達する方法以外は、まあ、海水浴場の、まあ、情報をホームページ等でお知らせしているところ以外ではですね、なかなか伝達できていないところかなと思っております。まあ、今後において、まあ、三宿連携を行っている手稲区の方々であったりとか、または学校教育の中で海の安全性、危険性、まあ、自然環境のことも含めて伝達できる方法がないか、まあ、そのあたりをまあ検討しながら一つずつ形にできたらなと思っておりますが、まだまだ現状においては満足いく状況には至ってないのかなとは思っております。よろしいですか。それに関連して、関連と言いましょうか、ビーチ関連として、はい、やはり違法建築なんですけれども、2年くらい前ですか、はい、問題になり始めまして、はい、で今年は、件数すみません、ちょっともううろ覚えであれなんですけども、ただ、去年から設置されているコンテナっていう、仮置きとされてたと思ってもものが、まあ、今も置かれて、要は常設化されているもの、
ということで、結果的に違法建築物が増えているということになっているんですけども、はい、それに対する市の対応というのは今後どのように考えているんでしょうか。一方でドリームビーチの方はちゃんと撤去したいとかですね、その改善が未来図ですけど、はい、そうですね、特に施設ビーチであるとか、はい、あのゼネバ建築のその違法建築物の改善、まあ、市としてどのように指導をしていくのか、はい、というのは、おっしゃるようにドリームビーチの方はですね、改善が図られまして、あの夏を終えますと、まあ、元の海水浴場に、あの海岸線に戻すということで、その問題については完全にクリアできたと思っているところでございます。またあのご指摘の通り、あの違うドリームビーチよりも、まあ、小樽寄りの方でですね、おしゃれな施設ビーチ等におきましては、残念ながら問題を抱えたままの状況でございます。その後におきましても、あの担当職員の方でですね、その改善を図っていただくように、所有者であったりとかですね、関係者に対して直にアプローチをしているところでありますが、まあ、実際にはなかなか撤去に至っていない状況でございます。まあ、市としてもその対処の体制、またはあのその手順等も含めてですね、しっかり精査をし直して、今まさに夏に近づきますと、その関係者の方々も連絡を取りやすくなるということから、まあ、今年度も改めてそれに対して積極的に対応していくと、まあ、担当職員からも聞いておりますので、引き続きしっかり行ってですね、まあ、ドリームビーチと同じように、まあ、その課題がない、まあ、クリアできる状況に今年度しっかり対応していきたいなと思っているところでございます。よろしいですか。行政代執行とかそういうことはまだ考えてはない。あのその手順の中に最終的な判断としてはそれはもちろんありますけれども、やはりそれまでにやるべきことをやらなければいけないことがやはりありますので、特にやっぱり直接この状況だということをお伝えをし、やはり自発的に撤去いただくことがまずは大前提ではないかと思っております。とはいえ、まあ、去年おととしも続けて、まあ状況改善されているとはとても思えないんですけど、はい、まあ、ある程度市の強い姿勢、まあ、まあ言い方はですけど、まあ、しつこいほどの指導をしましょう、はい、毎日の日程とかですね、これまで以上の対応が求められるのではないかなと思うんですけれども、はい、それについて今話、市長おっしゃってた話、去年とか今年とかと対応はあまり変わらないかなと思って、で今の状況変わらないのか、また別の手立てを使ったのか、講じないといけないのかなと思うんですけど、はい、あのそれは先ほど言ったように、あの手順も含めてしっかり見直しをしたところですので、その手順に従って行おうと思っております。その件につきましては私も担当職員と協議をしておりまして、あのそういう現状になっているということはあの認識をしているところなので、その改善に向けて、まあ、現場に対しても歩むことも含めてですね、積極的にしっかり行って、まあ、ドリームビーチと同じように問題点を改善を図りたいと思っております。しっかり見直しをしてしたところと思うんですけど、例えばどういうところを見直されてるんですか。あ、ごめんなさい、その、手順もちょっと今手元にないものですから、では後ほどあの改めて申し訳ないですけれども、ご説明させていただきたいと思います。よろしいですか。はい、他にございますか。ビーチ関係で、はい、どうぞ、はいはい、ドリームビーチの、まあ飲酒運転根絶に向けた動きの、ルールの策定、まあ、今年新しいルールが、作成されて、はい、まあ、6月の下旬から、下旬というか最後の週末から海開きをして、はい、まあ、適用されているんだとは思うんですけれども、はい、なんていうんですかね、まあ、利用者の方の中には、まあ、あの駐車場の方で、その飲酒運転の根絶に向けた動きを、もう少しやるべきではないかっていうような話もちょっと聞きまして、はい、駐車場については、市が管理をして、市が委託した人が駐車場の、料金徴収とかを行っているわけですよね、はい、まあ、そのドリームビーチの新しいルールの中にもですね、こうした駐車場における飲酒運転の根絶に向けた動き、その取り組み、システムっていうのを、うん、
盛り込めることができなかったのかっていう部分についてちょっと見解をお願いします。実際にあの形にはならなかったんですけれども、まあ、いろいろお話提案の中ではですね、まあ、いわゆるこう駐車場から出られるときに運転者に対して呼気をまあ、いわゆる飲酒におけるチェックですね、それを行うことができないだろうかというお話もあったんですが、残念ながらちょっとそこは実現にまでは至らなかった状況でございます。まあ、今後においてやはり啓発はもちろんなんですけれども、そういうこう実態ある具体的な対応策というのはやはり市としても考えなければならないというふうに思っておりますが、残念ながらドリームビーチの駐車場という意味合いにおきましては形にならなかったというのは現状でございます。今後において何がこう具体的にできるのか、そのやはり実現実行できる対策が非常に重要だというふうに思っておりますので、まあ、今の現段階におきましては、まあ、ドリームビーチさんの方における監視、まあ、チェックの方にまあ委ねてしまっている状況でございますから、まあ、組合の方々はもちろんのこと、まあ、その担当職員も含めてですね、その具体策、まあ、市としてできることを、まあ、ドリームビーチという枠組みにおいてもですね、もう少しまあ明確化していきたいなと思っております。まあ、現状では残念ながらその駐車場の出入りということにおいては、まあ、できていないというのがまあ現状でございます。その現段階では市として何ができるというふうに、何ができるというふうに市長の中でお考えですか。やはりまあ今までも取り組ませていただいておりますけれども、やはり地道な啓発活動がまず第一であると思っております。まあ、ドリームビーチの海開きの時にも、海開きを終えた後に、まあ、多くの方々にご協力をいただいて、まあ、残念ながら当日、まあ、天気が悪かったので来客された方々というのは、まあ、いらっしゃらなかった状況でございますけれども、まあ、皆様を含め、まあ、多くの関係者のマスコミ関係者の方々にお越しいただいて、まあ、その、まあ、啓発に対しての発信はさせていただいたのかなと思っております。まあ、現状におきましては、まあ、組合員の方々もそれに対しての意識が非常に高く取り組まれているというふうに思っておりますので、まずは組合員の方々が、まあ、飲酒運転根絶に向けた取り組みに対して、まあ、市として、まあ、一緒に取り組むことが重要かなと思ってます。まあ、あと、もう疑問点という疑問点、素朴な疑問なんですけども、はい、その海水浴場のドリームビーチ時代の営業というんですかね、まあ、海の家の人たちがいるのは夜7時までいて、うん、まあ、海水浴客も夜7時までとりあえずいることはできると、はい、で一方でその駐車場の人たちがいなくなるのは夕方5時だという、はい、このなんていうんですかね、空白の2時間というんですか、空いた2時間っていうの、これをこう駐車場の管理も夜7時まで伸ばすことっていうのはできないものなんでしょうか。やっぱりそこに人がいるっていうことだけで、まあ、ある一定程度の抑止力になるとは思うんですけど、飲酒運転の根絶という意味合いにおいてってことですね。残念ながら現状のその海水浴場の駐車場における、まあ、委託の契約が、まあ、そのような時間帯に、なっていて、でその後 まあ、お越しになられたお客様が、まあ、帰るまで その7時までの2時間というのは、まあ、組合の方々にその間の管理を委ねているという状況でございます。まあ、先ほど来から繰り返しておりますように、まあ、その現在ドリームビーチの組合の方々におきましては、まあ、飲酒運転の根絶に対しての意識は非常に高いというふうに思っておりますので、その組合員の方々の、まあ、企業にお任せしてしまっているという実態でございます。まあ、それをまあ空白というふうにまあ見られているかもしれませんけれども、まあ、その視点におきましては現行における組合員の方々においては非常に意識をしていらっしゃるというふうに思っておりますので、まあ、私自身はそのような認識、空白という認識を持っているはおりません。契約の段階で2時間プラスすればいいだけの話なんじゃないですか、例年より。現行におきましては予算化はその、長くするという形で取っておりませんので、当然2時間延ばせばそれだけの経費がかかりますから、残念ながらその今年度の一定の3月の段階におきましては、そこまでの体制段取りにおいて予算化しておりませんので、残念ながら今年は5時までということになります。今後延ばすっていう検討するという現状ではまだ一緒にするっていうんですかね、営業時間
おっしゃる問題点があるということは改めて、担当職員と打ち合わせをし、それを伸ばすかどうかということは今現状では明言できませんけれども、その何かしらの改善策があるかどうかは打ち合わせはしたいなと思います。ごめんなさい、まだちょっと何点かあるんですけれども、飲酒運転の根絶に向けた動きとしては、そもそもその砂浜での飲酒をすべて規制するっていう、そもそもの、ところからもうすべて立ってしまうっていうやり方があると思うんですけれども、飲酒をすべて禁止するということですね、海岸で。実際に、逗子市の逗子海水浴場ですかっていうところでは、砂浜ビーチでの飲酒っていうのはもう全面的に禁止されているわけですね、大きい事件の起きた後に。そういった全国の事例、先進的な事例もある中で、今回もこう飲酒運転の撲滅のために飲酒をすべて規制する、禁止するっていう方法が取られなかったっていうのはどういう認識だというふうに。今のお話を実現するとするならば、飲酒はできませんと、それは海岸線のみならず飲酒自体が禁止ですっていうことをしない限りはできないと思います。でもそれはやはり残念ながら現実的ではない。やはり飲食街もありますし、必ずしも海岸線のみならずやはりお酒というのは提供されておりますから、ただのビーチにおいてですね、ですからそれを海水浴場海岸線のみだけをですね、それを行ったことによって飲酒運転の根絶に直につながるとは思いません。大切なことはお酒を飲んだ後に車を運転できないということをやっぱり多くの方々、お酒を飲まれる方々に、把握をしていただくことが非常に重要だというふうに思っております。特に、北海道の場合におきましては、海岸線において、ジンギスカンやバーベキューをするというのが文化です。やはりその文化をですね、実際にこれはドリームビーチの周辺のみならず、海岸線には多くの方々がお越しになられまして、それこそ花見でジンギスカンをやるように海岸線においてそのように行われているということ自体はやはりなくせないというふうに思っております。ですから大切なことは飲酒をしたときにそれこそ海にも事故が合わないように、お酒飲んだ後に海に入らない、お酒飲んだ後に車を運転しない、これをやはり徹底させることが大事ではないかなと思います。海岸線におけるビーチでの飲酒を全面的に禁止するとですね、そうしたその、文化でもあるそのバーベキューをしに来る人がいなくなるっていうことは、直接的に利用者の減にもつながるっていう、そういったところの危惧もあるんでしょうか。いやでも今先ほどおっしゃった川内さんがおっしゃったことを、具体的にするならば、それこそ丸山公園で花見をするときもお酒を飲まないでください、どこどこでバーベキューすることもやめてください、どこどこで置いてもお酒はしないでくださいということを実現しなければならないと一緒だというふうに思います。つまりその海水浴場1個だけを抜き出してそこだけお酒飲むのやめなさいということを形にしたとしても、先ほど来から繰り返しているように飲酒運転の根絶に直接起因する形にはやはりならないと思いますので、やはり大切なことはお酒を飲んだ後に車を運転させない、それを多くの方々にご協力をいただきながら、やはり運転される方々に全て周知徹底をしていくことが大切だというふうに思います。今伺いたかったのはそういうところじゃなくてですね、飲酒絡みの規制を強化することによって利用者の減につながる、減少につながるのではないかっていう危惧はあるのかどうかっていうことです。なんともそれはわからないですけれども、でも実際に先ほどちょっと丸山公園の例えにしましたが、丸山公園の中で花見をするときにお酒は持ち込んだらダメですと言ったときに、どういう影響があるのかということと同じことかなと思います。それはそれぞれ実際にやってないからわからないですけれども、大体想像できるのではないかなというふうに思います。はい、ですか。はい、他にございますか。よろしいですか。なければですね、続きまして、報告事項等以外